はい、こんばんは。始まりました。ダチハロ2回目。3回目?2回目か。イエーイ。よー、ダッチチャンネル、始まるよー。ぬるっと始まっちゃいましたが。そうですね。はい、今回もお手伝いをしていただくのは、ふるちゃんです。はい、お願いします。はい、今回は今回はあの歴史もやりたいんですけど、うん、あのダッチさんが、うん、あのメンバーをどれだけ見てるのか。ああ、そうですね。なんか箱推しっていうのはよく聞くんですけど、うん、その中で誰々推しっていうのが聞いたことないなっていうのもあって。確かにそうだよね。なんか昔、まだ学生時代のハロプロでいう黄金期の時は、確かにグループの中でこの人が一番みたいなのは確かにあったんですよね。あ、そうなんですか。そう、モーニング娘。からまた始まるんだけど、モーニング娘。からだと、あの最初5人でデビューしたじゃないですか。で、5人の時は特に誰々が推しみたいなのはなかったんですけど、サマーナイトタウンで8人になった時に、なんかメンバーのそれぞれがこう見れるようになって、で自分誕生日が8月の5日なんですよね。でそのね、8月の5日に中澤裕子さんが、はい、カラスの女房っていう曲でデビューしたんですよ、はいはい、誕生日じゃないですか。で誕生日でデビューされたから、これは好きになるんじゃない、推しになるんじゃないってなって、なので自分モーニング娘。一番最初に押そうってなったのは中澤裕子さんでした。あ、そうなんですね、うん、そっからもうずっと、そっからラブマシーンあったり、いや恋のダンスサイトぐらいで、はい、あの後藤真希さんになって、はい、であの後藤真希さんからちょっと阿部夏美さんがこう5つので、ぼっちんが卒業したら阿部さんになってので、なっちとか阿部さんとかでなってるところで卒業したら藤本美貴さんになりので、藤本美貴さんがほらいなくなったでしょう、はい、で藤本美貴さんがいなくなったところから高橋愛ちゃんになって、で愛ちゃんをこうずっと見てるんだけど、はい、他のメンバーもこう見たりはするのよ。あ、なるほど。でそこから気づいたら箱推しになってたっていう。あ、そういう形で箱推しになってたんですね。で、昔メロン記念日って言っていたでしょ、はい、でメロン記念日さんも最初は柴田あゆみさんがすごい好きだったんです。で解散するまではおそらく柴田あゆみさん推しでした。あ、おそらく、はい。で解散して約8年後、はい、大谷正恵さんとイベントで共演することができまして、はい、そう、共演してんの。で、まだうち柴田さんをさ、生で見てなかったの、その段階で。で先に大谷さんと一緒になったもんだから、それは大谷さんに行っちゃうよねっていう。だからメロン記念日、今は大谷正恵さんを示して、で、たまにですけど連絡もしてます。これちょっとね、自分の中で嬉しいんですよね。いや、そうですね。ハロプロにいた方と連絡ができるんだっていう、はい、そんななんか頻繁にはやってないですけど、うん、なんかこう、向こうがこうライブ出られる時とか、うん、なんかこう、イベントをするって時とかに、あの行きたいんですけどっていう連絡だったりだとか、っていうぐらいかな。あとはなんかこう誕生日と年末年始のご挨拶ぐらいしかやってないんですけど。あ、いやいや。結構真面目でしょ。いや、そうですね、まめにでしょ やってますね。そうだからダッチはここにいるんだよっていうのをすごいみんなにアピールしてるんだけど、誰も気づいてくれない。なのでこのね、ダチハロもね、できれば100をまず超えたいですね、再生回数。あ、なるほど。ダチハロ自体は、はい、イベント後に
あのイベントの感想をそのまま言うっていうのがあるんですけど、はいはい、それはね100超えるの、はい、でこういう企画みたいな感じでやると、はい、惜しいところで止まるのであのこれもできまず最初は100から100からやるからいきますので、行きましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録と再生、再生ってなんだよ。チャンネル登録とグッドボタンはぜひお願いします。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。